ダニエル・アレン・ウィルソンはアメリカ合衆国入りのイシュー・バリントン出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。高校卒業時の1987年の MLB ドラフト26巡目でニューヨーク・メッツから指名されるが契約せずミネソタ大学ツインシティ校に進学した。大学時代の1989年に第18回日米大学野球選手権に出場している。 同選手権の第四戦では後にバッテリーを組む佐々木和弘と対戦し本塁打を放っている。なお、後にトレード相手、さらに同僚となるブレッドブーンも同選手権に出場している。1990年の MLB ドラフト一巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。1992年9月7日にメジャーデビューを果たした。 1993年のシーズン終了後に、前日のブーン、エリック・ハンソンとのトレードで、ボビーンアヤラと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。1996年は4月11日に1試合、3本塁打を記録し、その年のオールスターには、当時のチームメイトであったケングリフィー・ジュニア、エドガー・マルティネス、ジェイ・ビューナー、アレックス・ロドリンゲス、ランディ・ジョンソンと共に選出された。 1998年5月3日のデトロイトタイガース戦では、保守としては史上7人目のランニング満塁類本塁打を放っている。長年、マリナーズの正捕手を務め、2005年に引退した。通算ギ打数85と、保守としてのシーズン打率29は。295はマリナーズの球団記録である。2012年にはマリナーズの球団殿堂入りを果たした。 2013年12月3日、マリナーズ参加マイナーチームの保守コーチに就任した。ありがとうございます。